始まりました。しゅうちゃんオートです、本日から始まりました解説記念でございますね。豪華メンバーでございますね。単ハンデ戦でね、まあほとんどはまあ0と20のハンデ戦になるかと思うんですけど、予選がですね、今日と明日という形であります。なんとか今日と明日全レースをね、配信していきたいなというふうに思っております。天気の方なんですけど、快晴でございます。ソウル温度も上がってきてます。果たしてどういう結果なのか最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。タイムもだいぶさあ1レースですね。こう1番の藤川選手、あとは8番の京介ですね。逃げが効くのか追い込みが効くのかちょっとわからない状況。さあ調子はいいはず、藤川さん逃げちゃってください。スタートしました。ゼロ番は1番藤川駅長が2位に乗り出して、その後には3号を追っていきまして、10メートルも3台枠番通りに飛び出して、思想良かった友人も結構これ頑張ってんじゃない。高林の順番技術戦は8番中村京介が最も速いスタートを切りまして、6番さあ京介上がってくるか。6番の佐藤裕二、後ろが7番西川智明、技術戦の3人が少しせめぎ合う形で2周回目。先頭は1番藤川幸宏、前回ミッドで優勝した1番藤川幸宏の引っ張りに2番さあ京介上がってこい、京介上がってこい。3番手離れている3番藤川龍が単独3番手ですが、その直後には5番高林龍が松尾彩をさばいて4番手。つまらない感じだなこれ。ゼロ半勢の引っ張りが良さそう。藤川幸宏またリードを引き離しまして、春本が2番手、3番藤川龍3番手、その内を捉える5番高林龍が単独3番手と上がってきた。中村京介は現在6番手展開、 20m3 人はこぞって後方へ全然上がってこれない。残り3周切りました。先頭争いも再び距離が詰まって、藤川幸宏と春本、さあ先頭2番手は春本が仕掛けてくる。残り2周半で春本の攻め、1番藤川幸宏の逃げをここで突破していきまして先頭へと変わった。そして3番手5番高林、これ前が速いのか後ろが追ってこれないのか、どっちかというと前が速いよねこれ。その後ろはようやく8番中村京介、こんだけ縦長になるってことは前が速いってことや。先頭は2番春本綾人、2番手1番藤川幸宏、少々滑っている藤川幸宏に迫りくる5番高林、地元両者が2番手争いの攻防。いやこれはそう1レースから大波乱かね。藤川幸宏粘れるか、5番高林が追撃も3番手。これから最終コーナー、ゼロ半勢のさあ入れ替わりがあった形の道中は、いや乗り換え大成功、春本ちゃん1レースおめでとうございます。春本綾人通り。さあ2レースですね。ここは3番の小原選手と、あとは若3番8番コルニシャで勝負でございます。問題は小原くんがね、竹本さんをいつさばくのか、それが早めだったら頭まで。3番8番来い、これいけ。うわー
高宗くんが行ったよ。スタート10メートル3台をまとめて叩いていきました。高宗の速攻戦、3番小原が3番手、その後は2番の竹本治、下がったのは6番金貝翔平、代わって4番松尾隆弘、現在4番手、7番の佐々木圭太、8番若井子が競り合いながら2周回目回って、8番若井が佐々木圭太の前に、さあ若上がってこい、1番水若頑張れ、スタート力が光った5番高宗良氏の後ろから3番小原望むが逆転の一手を繰り出せるかどうか。しかし高宗抑え込んで2番手キープしている。1番水口の逃げ、5番高宗2番手から諦めないで頑張って、3番小原と4番松尾、この両者が3、4番手形成、直後に8番若井智和です。高宗が滑っていまして、直後3番小原、それでも高宗が1番水口に対しては切り返しの体勢を取って先頭を奪うか。4番松尾が流れてしまった。3番小原のインコースには8番の若井智和も忍び寄ってきて3番手と上がったが、水口が少々大回り。5番高宗攻めの一手再び打ち出せるかどうか。8番若井が3番手の体勢です。水口が粘っている。高宗2番手追いかけて残り2周回、しかし抑えた水口、小原頑張って、もう一回いける。5番高宗2番手からもう一度1番の水口の懐をうかがう。8番若井がこの両者の後ろから、さあ追撃体勢だ。5番高宗を内から捉えた8番若井智和、今度は1番水口と8番若井のマッチレースの残り1周回。ブルーフラッグで若井が飛び込んだ。若井が飛び込んで先頭に変わる。水口2番手粘る。5番高宗3番手からその後ろ7番佐々木圭、先頭は抜けた。8番若井、うわぁすげーな、こうなんのか。最後はまくり構成で水口を肉薄、直後7番の佐々木圭、先頭8番、いやー若おめでとう。さあ3連戦ですね。ここは篠原初スタート、スタートだけ、あとはいけるんじゃないかなと思います。しっかりスタート、篠原初頼むぜ、全集中来い。いやー牧瀬選手は邪魔されたというか、マジか。さあ3番手は並んでくる。先頭争いも三村を早めに捕まえに出た3番岡松正史、岡松の指導権で頑張れ。3番手は5番田中茂が神和田に競り勝ち、その直後に8番篠原敦がつけて5番手展開です。8番篠原が現在中段の一角、さあじっくりそこから一社一社、まずは上ちゃんを内から行こう。人気の一角4番マキセはスタートを切って7番手展開、最高峰が2番の稲川誠也、早め主導権3番岡松の引っ張り、さあそこから頑張れ。1番の三つ目山陽両者に、5番田中茂がまずは3番手から先制攻撃を放ってくる。まくった5番田中茂が4コーナー切り返しの体勢から1番三村の懐を伺うが、三村も抑え込んで岡松に迫ってくる。これ外じゃねえか、篠原8番篠原敦が現在4番手、地元26キロ2人は現在3、4番手で、あ茂が行けねえや。インコースを捕まえに出るが前が繋がっています。先頭3番岡松、2番手は食い下がって三村、そこ入って、ここ勝負。残り2周、その直後に、いやーそれだときつい。篠原敦史隊列がこの4人ググッと凝縮で、その直後へ7番の神谷の格位も僅差で外がいいと思う、外が、そう三村のインコースを捉えた田中茂、ブルーフラッグで田中茂が2番手と上がってくる。岡松が先頭、しかし8番篠原が田中茂の背後へ、まだまだ接近し続けています。先頭3番岡松、いやー不運だったな、篠原3番手の体勢です。先頭は3番岡松、2番手5番田中茂、8番篠原敦が3番手、神谷拓実が4番手。いや岡松さんおめでとうございます。
が差がなく6番滝下。さあ4レースですね。ここは思想がねすごく突っ込みが良かった順平、あとはね正人、6番8番この2車で勝負でございます。さあ問題はスタート、どういうスタートを切るか。6番8番この2車で来い。おじさんがスタート良くない。いやー枠番通りはないわ。まずは同伴選考となって8番の中村雅人が6番手。雅人行け。2周回目後ろを残して1番根本の引っ張り、桜木君和が追い上げています。3番林が3番手の体勢、4番落ち直した4番手。いやこのスタート展開は読まない。桜木選手がトップスタート、そして林選手が3番手、大木さんが4番手。いやこの体勢は読めない。先頭1番根本、後ろは2番桜木、3番林とつながっている。これ根本さん残るぞ。全くの一列棒状、その直後に7番松本康と中村雅人中段せめぎ合っています。根本の逃げ、追いかけて桜木、そして林博明、車群をこじ開けるように。さあ雅人がこじ開けてきたよ。4番落ちの懐を捉えている。しかし逃げ込み体勢に入っている根本。2番手桜木、その直後3番林、順平もまだ追いつくよ。順平、順平のまくりが炸裂してくれればまだまだ間に合う。順平頑張れ。両者根本と桜木に迫りくる8番中村雅人、終盤猛然と追い上げてきて8番中村雅人だけが伸びてくる。雅人頭まとめに台を捉えた。8番中村雅人突き抜けて先頭、2番手1番の根本が粘って桜木、3番手のまま点から。いやーおじさんのスタートだよな、やっぱり全ては林博明の体勢です。8番中村雅人、際立った終盤戦の。いや雅人まずはおめでとう。さあ荒れております5レースでございます。さあノブのスタート、ここがもうポイント、最大のポイントじゃないですか。あとはね東尾の選手もうここスタートですね。さあノブちゃんスタート練習中で来い。よくない。3番内山祐介が乗っていく展開になりました。その後ろに5番別府慶吾です。4番手5番別府慶吾、6番の丸山聡が追撃して、2番の梅内美希夫、そして7番の荒木啓太と8番の伊藤の方は後方7、8番手で選んでいきました。1周回目速攻戦放った4番東尾のペース、2番手3番内山祐介離れません。3番手混戦、1番水本龍司に迫りくる6番丸山聡とインコース5番別府慶吾、そこへ2番の梅内美希夫加わってきて8番の伊藤の方まで差があります。ノブちゃん全然ダメじゃん。先頭は3番の内山雄介に代わって4番東尾のが2番手、3番手は丸山聡が今戦で単独3番手に上がってきまして、前2人を追いかけて、しかも小野さん何雄介にやられてる。後方展開7番手8番手になっている。うわ先頭は3番内山雄介、序盤先頭の東尾の逆転して内山のペースになっています。6番丸山が中盤戦から速力を見せてきまして、4番東野をまくって攻めて2番手と上がる。いや丸ちゃんは思想良かったよね、うん、それはわかる。で別府さんはねストレート出てるからねそんな悪くもないんだよね。だから絶好調の時に比べたらちょっと落ちるかな。さあ6番丸山のスピード、いやしかしこれは読めんわ。駆け上がっていく3番手東野が粘っていて、別府警護4番手、伊藤の方はちょっとなすすべなし、7番手の展開。残り1周先頭は6番丸山さとし、2番手は3番内山祐介食らいついて、3番手は東尾の、そして別府慶吾の争いです。いやでも丸ちゃん初日素晴らしいね、1着これね、そして3番いいんじゃない。食らいつき続けて3番手東尾の、丸ちゃんおめでとう。丸山さとし、
松尾博文からの相手人気で、さあ6レースですね。ここは2ターン勝負でございますね。決して逃げてるわけではないです。まるっきりわからない。もうこれが本日大正解。頼みます、当たってちょうだい。見て早船さん、いい早船さん、いい、そう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 、行ってちょうだい。山達ゴー、山達ゴー。最高峰8番松尾弘文で初めの4コーナー回っていきます。早船さん行って、やめ、道地くん早いわ。5番早船歩夢が10戦から先行しまして、道地と早船の距離感は10メートルほど。2番手は田島俊則が食い下がって3番手、その後6番田島さんもくっついていこう。4番手後ろに7番の山田達也、あとは3番田中照義、8番松尾弘文、また7番手最高峰4番吉田圭介です。中盤戦に向かうところで引き離した1番道地良介、2番手5番早瀬さん頑張って、3番手2番田島としのりが粘っている、6番森本、4番手の体勢で7番山田達也、距離が縮まってちょうだい、お願いだから縮まって。残り3周切りました。道地が軽快に飛ばしています。うわ、逃げ切りかよ。2番手早船、3番手田島としのり、後ろ6番森本裕介、田島と森本が3番手で攻防戦になりそうですが、田島のところを捉えた森本が3番手となる。いや全然縮まんない。先頭早船、2番手変わらず、追い上げてくるのは6番森本裕介、今3番手、2番手のは早船に、さあ至近距離、残り1周半、その後ろに山田達也と松尾弘文です。先頭逃げ込む体勢、1番道地良介、残り1周半、マジか、道地君の逃げかい。6番森本裕介、3番手からさあ2番手まで上がることができるかどうか、まだ2写真半ほどのリード、5番早船2番手優勢だ。先頭1番道地良介、早船2番手、いや道地君の逃げた裏切ったよ、おめでとうございます。さあ7レースですね。これ2番の、石本選手、あとは、5番の川口君と8番の黒川京介選手、2、5、8、この3つで決まってちょうだい。さあ気合い気合い、くっちゃい、1番にくっちゃい。そうだ、石本の先手、3番佐藤大地が3番手、その後5番の川口裕二の懐に早くも8番黒川京介が速攻戦の構えで4番手を奪いました。4番中山徹直後、その後川口一緒に上がってこい。最高峰が6番浜野潤の体勢、8番黒川が際立ったさばきを見せまして、2周回目では早くも2番手と位置を押し上げている。石本圭也のリードも20メーターほどありますが、追いかけて8番黒川、3番手以降は大混雑。3番佐藤大地をめぐって後続押し寄せてきました浦田慎介、その県内の3番川口裕二、地元勢4、5番手攻防戦です。先頭は2番石本圭也、リードは2写真半ほど。3番手は3番の佐藤大地のインコースに、一応三者ボックスの中入った。よっしゃ、これはもう外れないだろう。あとはケイヤの頭、ケイヤ頭頑張れ。石本が粘っていて黒川が猛追。この2コーナーの立ち上がり、わ、黒川京介、石本の懐捉えて先頭へと駆け上がります。3番手花咲で、5番川口裕二の体勢で浦田慎介がその後ろ4番手、3番佐藤大地、6番浜野潤が少しずつ位置を上げていますが、現在6番手です。先頭は抜け出した8番の黒川、2番手2番石本圭也、3着いけねえか。3番手は川口と浦田慎介、3、4番手はさあ幾分僅差、川口しのげるか、浦田が追い上げてきている。残り1周回、浦田さん行ってみろ、いけねえか。黒川京介独走、逃げた2番石本、2番手3番手は川口裕二、踏みとどまっていて7番浦田慎介が4番手。最終コーナーを立ち上がります。でも OK、 よくやく当たった。黒ちゃんありがとう、おめでとう。8番黒川京介シリーズ初戦完勝。10前石本圭也も好スタートから青木を叩いて主導権掴んでいましたが。
3番田中将暉から同伴。さあ水木、問題はスタートだけだ。スタート行けばもう頭。頑張れ水木、初日頭取ればもう準々決勝見える。行くぜ水木。8レース予選スタートしました。やばい、挟まれる、最悪の事態。田中将暉真ん中から飛び出していきました。少し塞がった2番田辺誠、下がって4番の渋沢健二、3番手その後ろ5番の天海一馬が20戦からトップスタートを打ちまして、6番の久門徹が現在は上がってこい上がってこい、水木天海外まくって攻めていって4番手伺ってくる。2周回目3番田中将暉、片岡の逃げを捕まえて先頭へと立ちました。4番渋沢健二が3番手、人気どころは序盤はどまあまずまずのスタートコンディションとなっています。5番の穴見が4番手、あと6番の久門通る、後方は8番の金子大水、7番の小林瑞希、最後方が2番の田辺誠、順調な飛び出し3番の田中将暉、リードは2写真半、2番手1番の片岡健二、3番手4番渋沢健二の体勢。いやきついな、離された4番手5番穴見、6番金子大介選手に先行かれちゃうのはちょっと辛いよね。これ前に出ようとしていますが穴見の徹底抗戦、その後ろから8番金子大介と7番の小林瑞希、後方展開競っています。さあ2、3番手の距離感が幾分縮まってきた。片岡粘れるか、4番渋沢健二が追撃していきました。あとは4番手以降、6番久門がようやく穴見をまくって単独4番手上がりましたが、いや水木7着はまずいぜ。先頭は田中将暉、2番手やっぱスタート切れねえな。4番渋沢健二が3番手、もうそれが全てだよ。2番手上昇のチャンスを伺ってくる4番渋沢、切り返しの体勢の1番片岡が2番手頑張っている。ブルーフラッグを通過しました。後ろ6番久門通る4番手、2番手が終始膠着状態、田中将暉独走。いや将暉素晴らしいスタートからね、見事頭初日コーナーを立ち上がっていきました。思想通りで先頭3番田中将暉、おめでとうございます。さあ輝頑張れ、スタートからしっかり、もうスタートだいぶね良くなってきた、うん、累積もあるけど自分のレースやってくれ輝、行ってくれ。そこかい、ドンケツかい。ちょっと流れて4番古城龍之介が内を刺しました。5番増崎陽介から6番前田潤、 20m 勢なんだよ。俺が応援する選手はみんなドンケツかい。スタートドンケツかい。先頭は逃げていく1番志村義行、ペースに出ていきまして2周回目、3番井村が好スタートから2番手発進で前を追う。あとは離された3番手2番深谷光、古城龍之介を逆転しまして単独3番手、高谷1個でも上行け頑張れ。前田潤と外目まくってくる8番の有吉、現在は4番手付近の一角。3周目で新村のリードは2写真半ほどです。3番井村が追撃の2番手、3番手は混戦模様、2番深谷、6番前田潤のところを捉える8番有吉達也が強烈なさばき上げ、単独3番手と上がってきました。残り3周というところで先頭は1番新村引き離した、2番手3番井村、3番手離されて8番有吉達也、ここから追い上げることができるかどうか、6番前田潤が4番手、加賀谷は加賀谷を捉えようかという終盤戦です。先頭は1番新村、まだ滑る中がな、もうちょっとやっぱり総論度が下がらないときついのかな。上位3人地元勢、6番前田潤が4番手終盤戦へと入りました。先頭は再び振り切った1番前順さばいときたいな。3番井村潤一、5着じゃなくて4着のがいいな。先頭2番手2番手3番手はほぼ等しい感覚、残り1周ブルーフラッグを通過した新村義行、逃げ込み体勢。さあ切り返し中か、3番井村潤一危うくなってきて強烈に追い上げる8番有吉、最終コーナーの勝負では井村と有吉が並んでくるところですが、3番井村潤一わずかにリード、先頭は1番新村義行。いや新村さんおめでとうございます。
ったようです。さあ10レースですね。3番の進むくん、あとは広和、3番7番この2車で勝負でございます。進むくんしっかりスタート、枠なりで頼みます。広和トップスタートじゃ、3-7で決まっちまい、来い。進むくんはいいスタート切った。3番田中進が行きまして、斉藤哲也、よし広和もいいスタートだ。7番の鈴木広和、20戦からトップスタート、4番手発進で直後に控える8番荒尾聡、後方に5番の中尾隆と6番の岡部聡で行っています。鈴木行っちゃえ。枠内に受けた0番の2人は吉松から高石の順番で、外から警戒にまくって攻め立てる3番田中進。田中進が2番の高石を肉薄していきまして、2周目3コーナーまくりを放ってくる。受け止める高石ですが、3番田中進がわずかに2番手制したか。しかし滑っている。うわぁ、やべえ、それだと吉松君が残っちゃうよ。来まして現在中段4、5番手形成です。あるいは6番岡部聡もこの圏内へと加わってきました。先頭は1番吉松、後ろが競っている。高石と田中進むインコース、7番鈴木博和、そこへさらに内、8番荒尾聡、残り3周切りました。どうにかしてくれ。2番手以降大混戦、高石しのげるか。3番田中進む仕掛けどころを見出しながら先頭へとも迫ってきている。先頭は吉松、2番手は高石、その後に3番田中進むの体勢。インコースこじ開けながら8番荒尾聡が進む、いけ。さあ今度は高石、田中進をまとめて捉えて2番手と上がってきた。先頭1番吉松、後ろ8番荒尾聡の体勢、地元勢、これじゃ荒尾さんだ。3番田中進、ここまでは地元勢だ。あとは2番の高石の懐に7番の鈴木弘和と6番の岡部聡が外から攻勢をかける。残り1周ブルーフィック、吉松を捉えた。8番荒尾が先頭、3番手は田中進。やられたよ。さあ2番手まで上がることができるかどうか。終始開けた3番田中進、突っ張る吉松、田中進と吉松勇樹、2番手攻防戦は最後は3番田中進がねじ伏せて、2番手の1回だけ打ち入ってほしかった。ヒロワスも加わる。やろうさん、おめでとう。さあ11レースですね。師匠気配から抜群でした。定一郎一択でございます。スタートからねしっかり岩見さんにくっついて、そのあとはまくって頭に行くだけ。定一郎頑張って来い。スタートバッチリじゃない。そっからかましくんじゃない。いいんじゃない。4番の泉田修介乗っていって、あとは2番の佐藤雄二、その後6番の岩崎良一が鈴木健一郎の行く手を遮りながら20戦トップスタートとなっています。さあ一回見よう、そこで内に入っていこう。そう、素晴らしい。まずは岩崎をパスして鈴木健一郎、5番手、岩見さんが切れなかったね。後方に5番の木山雄貴と、さあ外行った、行っています。逃げていく1番五所厚氏、2番手は10戦トップスタートの3番阿部仁氏、あとは4番、さあすんなり内入って、3番手佐藤雄二が、うお滑った1回、4番手しのいでいまして、8番の鈴木健一郎一旦引いての5番手展開。3周目阿部仁氏が五所厚氏を捉えて先頭へと駆け上がります。あと4番泉田、3番手佐藤雄二の後ろで少々苦労している切り返して中、一車一車で大丈夫。ここは4コーナー切り返しの体勢から佐藤雄二の内捉えていきました。スピードに勝る8番鈴木健一郎、この後の追いはどうか。1回外回るか。先頭2番手五所厚氏、3番手泉田修介の外につけて、8番鈴木健一郎、ここはまくり仕掛けで泉田を突破。残り2周となりました。先頭は3番阿部仁氏、残り2周で2番手1番の五所厚氏、そこへ迫り来る8番鈴木健一郎、もう1回外、ここも外に回って五所のアウトコースからまくり仕掛け。残り1周半となりましたが、さあ五所が踏みとどまっている。もう一回外行く。初番2番手守るのか。外から8番鈴木健一郎、ブルーフラッグでまくっていって2番手と上がった。あと1台5勝が少しかぶってしまって、4番の泉田と転倒です。先頭は3番の阿部仁氏、2番手8番鈴木健一郎離された。6番岩崎が展開ついて3番手、その後は接戦。先頭3番阿部仁氏、後位
さあ最終12レースですね、青山周平選手登場ということでですね、ここスタートからまたドカーンといってやっぱり周平強えなーっていう風になるのかどうか、さあ最終レース楽しんでまいりましょう。いけー、ひとみさん、いけー。周平が好スタート好ダッシュで一気に5番手から4番手まで行きました、乗る形で7番永田雅也の体勢ですが、永田は現在6番手付近、先頭は1番ひとみさんスタート行ったけどダメか、2番手3番早津康介、その後4番竹谷隆ですが容赦ない突っ込みで8番青山周平、2周回目では早くも3番手伺ってくるところ、竹谷応戦していまして、さあ周平が内に包まれてる形、そこでどうなる、雅也がどうする、周平3番手まで上がってきました。逃げる青山文俊、3番林の懐を疑ってくる8番青山周平、現在は3番手、直後へ接近する7番永田雅也、2コーナー俊敏な切り返しから8番青山周平が林の懐を捉えました。青山文俊、青山周平、ダブル青山の対決で、あとは3番林康介、内を狙って7番永田雅也、残り3周回、青山周平が捉えて先頭へとかかった。1番青山文俊2番手、その後7番永田雅也が3番手となっています。笠木さん結構早速あるよこれ。そして出てくるのは6番笠木義隆、今4番手まで来ました。林康介完全に交代。さあ2番手は自分、さあ雅也1回待った、青山文俊と永田雅也で攻防戦だ。引き離した8番青山周平独走、2番手青山文俊、外目7番永田雅也、両者の1対1の攻防、2番手争い、1番青山文俊の粘りに切り返しの体勢から永田雅也懐を伺ってくる。うわー、笠木さんどこ行っちゃったよ。さあ7番永田が青山文俊を捉えて単独2番手と上がった。笠木義隆は4番手、先頭を独走、青山周平、2番手は永田雅也、3番手青山文俊、いやいいとこ来たのに、笠木が4番手で最終コーナーを立ち上がっていきました。青山周平おめでとう。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。今日はねもうすごかったっすね。はい、もう月がなかったのももちろんあります。はい、私の実力もうそれもそうです。はい、もうね、まああと4日ありますから、まあその中でね、どういう風に収支を立てていくか、なんとかしてーなー、ちくしょう。明日またやってまいります。ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。明日は頑張ろう。最後にお願いです。チャンネル登録並びに高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてシャリロとの新規入会よろしくお願いいたします。